毎日頑張ってくれてる自分を思いやる時間、毎日毎日本当にお疲れ様です。皆さんこんにちは、地球外ジムフィットネスネットヒロです。今回もご視聴ありがとうございます。ということで今回の筋トレは、息をしたり歩いたり考えたり仕事や家事に人間関係、毎日毎日本当に頑張ってくれてる自分の体をいたわるために、最高の状態に体をするダイナミックストレッチを一緒にやりましょう。この動画は一日の代謝を高めて、あなたの内側からブワッとやる気や元気を湧き上がらせます。さらに肩や首や背中や腰、体に現れる凝りからの解放するだけでなく、疲れた体を回復させ、疲労感をスーッと軽減させます。そして運動や筋トレ前にすると、怪我の予防だけでなくパフォーマンスを爆上げすることができるので、ぜひ自分に合ったシチュエーションで毎日頑張ってくれてる自分のためにストレッチをしてあげましょう。それじゃあ早速やっていきましょう。今回はですね、11種目、いろいろな種目で全身の筋肉を動かしながら伸ばして最高の状態にしていくので、一緒に楽しんでいきましょう。まず1種目目がインチアームです。両足を開いて前屈をして、太ももの裏がまず伸びてるのを感じてみてください。そして地球を指先でテク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 と歩いていって、お腹下腹をグインと伸ばしていきます。このダイナミックストレッチは筋トレと同じように、伸ばしてる筋肉を意識することがめちゃくちゃ大切です。それによって効果爆上げすることができるので、ぜひテクテクとあるときは指先まで意識をして、地球をテクテク歩いていく感覚を楽しみながら、そして下腹お腹を伸ばして、またゆっくりと戻っていくときに太ももの裏が伸びている感覚っていうのを楽しんでみてください。あなたがもし何か特別なことをやってなくても、息をしたり歩いたり考えたり仕事をしたり洗い物をしたり、毎日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 本当に頑張ってくれてます。頑張ってくれてる自分に感謝の気持ちを込めて、筋肉をしっかりと伸ばしてあげましょう。いつもいろいろなことを文句を言わずに頑張ってくれてる自分に、ナイツを止めまくってあげてください。じゃあ続いてが、両足を広げてもらって対角線上の足をグッと触っていきます。そして両手を真横に広げて、気持ちもグーンとオープンマインドでやっていきましょう。気持ちを広げてグッと対角線上の足を触って、太ももの裏を伸ばしていきます。めちゃくちゃ気持ちいいですよね。めちゃくちゃ気持ちいいですよね。このまま筋肉が伸びる感覚を楽しんでいきましょう。じゃあ続いての種目が、後ろに足を持っていってもらって、手を伸ばしてバランスを取りながら太ももの前を伸ばしていきます。ぐーっと太ももの前を伸ばしながら、バランス取るのが結構難しい種目でもありますが、バランスを取ろうとしてるだけでバランス感覚っていうのはどんどん研ぎ澄まされていくので、ぜひですね、バランスは崩れても大丈夫です。失敗しても全然大丈夫です。できるだけバランスを取って挑戦してみよう、思ってみてください。じゃあ続いてがキャット&カウです。まずは四つん這いになった状態で、肩甲骨を閉じてグッとのけぞるようにしてお腹を伸ばしていきます。腰がキューッと窮屈な感じになってたらそれ正解です。で続いて肩甲骨を開いて、背中を宇宙の方にグッと持ち上げて、背中の筋肉を伸ばしていきましょう。この肩甲骨周りや首周りというのは自律神経がすごい集まっていて、結構ね、自律神経が乱れやすい方ってこの辺りが硬くなっている方が多いそうなんですよ。なのでしっかりと動かして自律神経を整えて、やる気代謝ともに上げていきましょう。肩が凝ったり首が凝ったりするのは、目の前のことを精一杯やろうと首や肩に力をギュッと入れ続けてるからこそ起こることです。どうしても辛いしんどいとかの、ね、ネガティブな方に目を向けやすいんですけど、その痛みっていうのは目の前のことを頑張ってる自分がいるからこそ現れるものです。なのでしっかりと頑張ってる自分に優しい言葉をかけてあげましょう。じゃあ続いてが、腰をぐるぐると回していきます。この時にできるだけ遠くに遠くに回すようにしていきましょう。遠くに遠くに回していくと、腰周りや横腹などがぐいぐいと伸びているのが感じますか。じゃあ続いて反対側も同じようにやっていきます。めちゃくちゃ気持ちいいですよね。だいぶ体、全身の体の筋肉ほぐれてきたんとちゃいますか。じゃあ続いてが、片足を前に出してもらって、後ろにぐーっとのけぞっていきます。そしてお腹下腹あたりをぐーっと伸ばしたら、またゆっくりと戻っていきます。
これも少しバランス感覚が大切になってくる種目ではあるんですけど、バランスは崩れてもらっても全然大丈夫です。先ほども言った通り、バランスを取ろうとするだけ、意識するだけで大丈夫なので、うまくできなくても大丈夫。バランス崩れたら、ああやっちゃったなぐらいのテンションで大丈夫なので、毎日コツ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 バランスを意識しながらやるだけで、バランス感覚は確実に確実についていってくれます。皆さん、しっかりと自分にありがとうって思いやりのある言葉かけてあげてますか？仕事に筋トレに毎日毎日いろんなことを頑張ってくれてる自分、その自分を思いやるためにも、こういった準備系回復系のストレッチっていうのをぜひですね、毎日取り入れてあげてみてください。じゃあ続いて促進をやっていきましょう。体を横にグッと倒して、横腹そして脇のあたりをグッと伸ばしていきます。体の横側をグイッと伸ばして、そしてゆっくりと戻っていきます。めちゃくちゃ気持ちいいですよね。ほんまに気持ちいいですよね。さてさて、やる気もどんどん上がってきているところじゃないんでしょうか。血流も良くなって、集中力やる気ともに高まっているところやと思いますが、続いて頭の後ろに手を置いてグッとひねっていきます。この時にできるだけ体の中心に軸を置いて、この上半身だけをひねるようなイメージでやってみてください。じゃあ残り15秒間しっかりとグッとツイストして、上半身を真横にツイストツイスト。じゃあ続いてがつま先に手を置いてもらって、ゆっくりとしゃがんでいきます。そしてそのままつま先を触ったまま起き上がっていくと、太ももの裏そしてふくらはぎがギュッと伸びてくると思います。これをゆっくりと繰り返していきましょう。足がね、どうしても曲がってしまう方もいると思います。足を伸ばしきれない方もいるかもしれないんですが、体っていうのはこれね、ダイナミックストレッチを続けるだけでもどん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 柔らかくなるので、今はできなくても大丈夫です。コツコツ続けていったら必ずできるようになってます。いやー、それにしても今日も地球では太陽が昇り一日が始まります。雨が降ったり風が強い日があったり、綺麗に晴れる日もあったり、毎日何気なく移り変わる天気があると思います。今日も頑張ろう、そう思えるのはこういった何気ない平和な毎日があるからこそ思えることやと思います。毎日の何気ない日々に感謝して、せっかくのなのでこの後も頑張るか頑張りまくるか、お好きな方を選びください。じゃあ続いてが足を上げてもらって横に開いていきます。これも結構バランス取るの難しいですよね。僕も結構ね、これ崩れてしまいます、バランス。それでも全然 OK なんですよ。バランスを崩さないようにできるだけ体の中心真ん中にズドーンとですね、芯があると思って、その中心を軸に足を上げて横に広げていきましょう。ゆっくりゆっくりで全然大丈夫なので、あともう一回いきましょうか。じゃあ続いてそのまま前屈をしてふくらはぎを伸ばしたら、グッと起き上がって両手を広げてオープンマインド、気持ちも広げていきましょう。さあ、すべての気持ちを解放して最高に気持ちいい状態になっちゃってください。前屈をしてふわーっと解放、ふくらはぎをしっかりと伸ばしたら両手を広げて気持ちも広げていきましょう。じゃあラストは深呼吸3回をして終わりにしたいと思います。深呼吸は息を吐くことを意識してください。しっかりと丁寧に長く息を吐き切る、そしたら自然と空気が体に入ってくるのでリラックスしてもらっても大丈夫です。息は全部ゆっくりと吐き切る、その時に体の中の邪悪なものを全部吐き切るようなイメージでやってみてください。じゃあラスト、もう一回だけ自分のペースで大丈夫なので、息を全て吐き切って、体の中の邪悪なものは全て出し切っていきましょう。よっしゃ、じゃあラスト、ガッツポーズをして終わりにしましょう。よっしゃ、マジでマジで自分のためにこうやって時間を作ってあげたことに対して大きな拍手、そしてナイスと目まくってあげてください。もしチャンネル登録はまだの方はよかったらチャンネル登録お願いいたします。高評価をしていただくとめちゃくちゃ動画作りのモチベーションにつながります。ということで、また次回の動画でお願いお会いしましょう。バイバイ。やば、最後間違えちゃった。